はい、NHK から国民を守る党立花でございます。 NHK をぶっ壊す、ということで NHK スマホアプリペイビーというのをですね、明日報道発表するということであります。まあスマホアプリでですね NHK の受信料の支払いができるようにするというようなアプリをですね NHK が作って明日マスコミに発表するということで、いち早く立花がこういったことをですね皆さんに伝えてまいります。で NHK がどうしてこんなスマートフォンのですねアプリを作ってやろうとしているのか、これはもう明らかにですねインターネットから受信料を取ろうと今 NHK は必死なんですね。でこのようにスマホのアプリをですね NHK は一生懸命今開発をしていまして、いずれ早ければもう2年後ぐらいにスマホからもねその iPhone もそうですけども、要はワンセグが映らないようなスマートフォンからも NHK の放送をですね提供して受信料を取ろうとしているわけですね。その時に、スマホのアプリをダウンロードしてない人は受信料を払わなくても良いと、こういうことになりそうな今雲行きなので、こういうアプリを作ってですね早いうちに、こう個人情報を、ね、ゲットしていこうということが見えなんですね。で先週ちょっとお話をいたしましたが、NHK はですね個人情報をまた流出させてですね、その視聴者対応用の資料っていうのが届いておりまして、まず91、自分の個人情報が流出したのではないか不安だという方に対しては、うんぬんかんぬんとちょっと回答は僕は飛ばします。次に、自分は北大阪営業センターの担当地域かという問いに対しては、大阪市、旭区、北区、此花区、西淀川区、東淀川区、福島区、宮古島区、淀川区、池田市、茨城市、吹田市、摂津市、高槻市、豊中市、豊野郡、能勢町、島本町、箕面市、森口市ですと。支払期間指定書とは何かに関しては NHK が視聴者を騙して時効の停止をさせるために視聴者を騙すために使っている様式であり、これを国民、皆様に正直に明かすことはできません、こんなこと書いてませんけどね、4、なぜその職員は支払期間停止をシュレッダーしたのか、詳しいことは話しませんが、処理が間に合わず破棄した、大変申し訳ないと嘘をついています。この職員はシュレッダーをしたのではなく、この支払い期間指定書というのに記載をした人というのは非常に気持ちが弱い人、詐欺に引っかかりやすい人ということで名簿業者に売ったんだというのが、この職員の心の叫びであって、ほとんど言うわけないじゃないですか、そんなの。で次ね、5番、その職員のは、その職員は管理職か、いや違います、北大阪センターの一般職員です。ここはいいんですけども、これなんですよね、6番、残りの他は所蔵を踏まえることはどのように考えているのか、居室への入退室は厳重に管理されており、部外に流出したとは考えていません。このため、誤って破棄した可能性が高いとみられますが、引き続き調査しています。入退室を厳重に管理してても、NHK 職員や関係者は自由に入退室ができるわけでしょ。そこでそのお金になる支払い期間指定書っていうね、その紙をね持って出ていったら、なんで外部に流出したとは考えていませんと、もう本当ね、もう舐めるのもいい加減にせよっていうことですよね。これ記者会見の記者もこういうのバーンって突っ込んでほしいんですけどね。本人を含めた関係者の処分がこのような事態が発生したことは管理不備届と言わざるを得ません。事実関係を確認した上で適切に対応しますということだけです。そんな感じですけどね、いずれにしてもNHK っていうのは個人情報を外部に持ち出したりとか販売をしたりとか、個人情報を持ち出した NHK の下請け会社や地域スタッフが NHK の職員を脅したなんて話がいっぱいあるわけです。で、これ多分過去に言ったことがあると思うんですが、あえて名前を言いますが、元 SMAP のですね草薙剛君
ていう子が、ということで草薙剛さんですね、彼、公然わいせつ罪で一回逮捕されたことが皆さんまだ記憶に残っていると思いますが、あの時に、芸能記者とか民放各局はですね、とにかく草薙君の自宅を調べたかったわけですね。で NHK はものすごく早く調べられるんですよ。なぜか分かりますよね。草薙剛君って確かあれね、本名だったはずなんです。だから草薙剛って受信料を知らずにポンと叩くとすぐに住所がバンって出てくるんですね。でこれ、事件の方、昔はね、個人情報保護法なんてなかったんで、受信料以外にその住所と名前とかをね、取材用に使うことは OK だったんですが、いまだにこれ NHK やってます、やってると聞いてます。だから芸能人とか有名人が何か犯罪なりスキャンダルを起こした時に NHK の記者にこっそりと聞けば、その芸能人の自宅が特定されると。これは、某有名な芸能ジャーナリスト、芸能のね、やってる人からも聞いたことがあります。まあ、ということでね、まあ、簡単に言えば NHK に個人情報なんか教えちゃいけません。もうましてやNHK のね、このペイビーなんていうね、NHK が推奨するスマホのアプリなんてダウンロードしないようにしてください。以上です。松戸市より NHK をぶっ壊す。